ホルスト・ルベッシュは、ドイツ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。選手時代のポジションはフォワード。ルベッシュは、少年期から青年期にかけて、FC ペルクムでサッカーを学んだが、一方で、ハンドボール選手としてもプレーをしていた。職業訓練を受けたいる職人として、生計を立てながら、小さなアマチュアクラブでプレーを続け、24歳の時に、 ロートバイス・エッセンと契約し、ブンデスリーガでデビューをした遅咲きの選手だった。その後、クラブは、ブンデスリーガ2部へ降格したが、1977から78シーズンに42得点を挙げる、活躍を見せた。1978年、アイントラハとフランクフルトも獲得に動いたが、最終的に、約100万ドイツマルクの移籍金で、ハンブルガーエース V に移籍 ハンブルクでは重要な得点源となり、1978から79シーズンに、ブンデスリーグ初優勝。UEFA チャンピオンズカップ1979から80では9試合で7得点を挙げる、準優勝に貢献した。準決勝のレアルマドリードとの第2戦では5から1と対勝したが、5得点のうちの2得点を決める活躍を見せた。 1981から82シーズンのブンデスリーガ第29節のバイエル・ミュンヘン戦では試合終盤のルベッシュの2得点などで4から3と下し2度目の優勝を果たし自身も通算27得点を挙げて得点王となった UEFA チャンピオンズカップ1982から83決勝ではイタリアのユベントス FC を下し 初優勝に貢献するなど選手キャリアにおいて最大の成功を収めた。ハンブルクでは右サイドバックのマンフレーとカルツとのコンビで知られ、彼から供給される正確なクロスから数多くの得点を生み出したが、チャンピオンズカップ決勝後に年齢的な問題を理由にクラブを退団した。1983年にベルギーのスタンダールリエージュと2年契約を結んだ後、 1985年に、ブンデスリーが一部のボルシアドルトムントへ移籍し17試合に出場したが、ヘルニアを患ったことがもとで、プロ選手としてのキャリアを終えた。西ドイツ代表としては29歳の時、1980年4月2日に行われたオーストリア戦でデビューをした。センターフォワードのクラウス・フィッシャーが、同年3月に骨折したことに伴う、招集だったが、 同年6月にイタリアで開催された UEFA 欧州選手権1980の代表メンバーに選出されると決勝のベルギー戦では2得点を決め同国の2大会ぶり2度目の優勝に貢献した。また大会終了後には欧州選手権の優秀選手に選ばれた。1982年にスペインで開催された 1982FIFA ワールドカップでは一時、 リーグ最終戦のオーストリア戦で決勝点を決めたが、2時、リーグ以降はフィッシャーにレギュラーの座を譲った。準決勝のフランス戦では73分に途中、出場すると108分にピエール・リトバルスキーの左サイドからのクロスをヘディングで折り返し、フィッシャーの同点ゴールをアシスト。PK 戦では西ドイツの5人目のキッカーとして登場すると、これを落ち着いて決め、 決勝進出へ導いた。同年7月11日に行われた決勝のイタリア戦が最後の代表出場となり、3年間で国際 A マッチ21試合に出場し6得点を記録した。1986年にブンデスリーガ2部のロートバイス S 戦の監督に就任すると、1986から87シーズンを10位の成績で終え退任した。 その後、国内の VFL、ボルフスブルク、ハンザ、ロストック、ディナモドレスデンの監督を務めたが、ロストックを指揮した際には二部降格を阻止することはできず、ドレスデンを指揮した際には、クラブの破産という事態を経験した。また、国外のスイスやトルコのクラブで監督を務めたが、成功を収めることはできなかった。1999年からは、 ドイツサッカー連盟のコーチングスタッフに加わり、2000年6月に行われた u e f a ユーロ2000ではウリシティール家の公認としてドイツ代表のアシスタントコーチを務めた。また、ユース年代のドイツ代表監督を務め2008年に行われた UEFAU-19 欧州選手権2008においてチームを優勝に導くと2009年に行われた UEFAU-21 欧州選手権2009では U-21 ドイツ代表の暫定監督を務めメストエジル、マッツ・フンメルス、マヌエル・ノイアーラを用して初優勝に導いた。その後はユース代表監督を務めていたが2013年6月にライナー・アドリオンの公認として U-21 ドイツ代表監督に就任。2015年6月に行われた UEFAU-21 欧州選手権2015ではチームを1988年大会以来となるオリンピック出場に導いたが準決勝の U-21 ポルトガル代表戦ではゼロのこと大敗を喫した2016年8月にブラジルで行われた本大会では DFB やブンデスリーガの各クラブの事情が重なりベストメンバーの招集が 難しい状況だったが、決勝進出に導くと、地元のブラジル五輪代表に PK 戦の末に敗れたものの銀メダルを獲得した。大会後、ルベッシュは U-21 代表監督からの引退を表明した。2017年1月、ハンジフリックの公認として DFB のスポーツディレクターに就任した。2018年3月、 ドイツ女子代表監督を務めていたステフィ・ジョーンズの退任に伴い、同代表の暫定監督に就任した。ルベッシュは2019フィファ女子、ワールドカップ、ヨーロッパ予選に挑み、本大会出場に導いた後、同年11月30日付で退任した。後任には、マルティナ・ホステック・レンブルクが就任した。2020年7月31日、ハンブルが SV に復帰し、 スポーツディレクターのヨナス・ボルトの下で、ユース・アカデミーのディレクターを務めることになった。2021年5月3日、ダニエル・ティウルヌの監督解任に伴い、ブンデスリーが2部に所属する、トップチームの暫定監督に就任した。ルベッシュに率いられたチームは、第33節の VFL オスナブリュック戦で2の3のスコアで敗れ、プレイオフ圏内の3位に入る最後の可能性を、 一したため、一部昇格を逃した。最終節のアイントラハとブラウンシュバイク戦で勝利した、ものの4位でシーズンを終えた。クラブ代表個人、ありがとうございます。